こんにちは、カブパパでございます。大変ご無沙汰してます。僕も今年で50になるんですけど、生まれて初めてのですね、すごい大病をしてしまいましてですね、入院を約1ヶ月ですね、近くのですね、大きい病院があるんですが、そこで入院してましてですね、入院の前後含まれると2ヶ月間ぐらいですかね、好きなアウトドアも何にもこうやってない状況だったんで、退院はね2週間ぐらい前に退院したんですけど、ちょっとねまだ本調子じゃないんで、山とかには行けないんですけど、ちょっと道具類をですね、なんていうかな、気晴らしに買ってみたのでいくつかご紹介したいと思います。今更なんですけど、アルコールストーブですね。でこれはよく、ずいぶん前に売り出されたものなんで使ってる人も多いですし、これのレビュー動画っていうのはYouTube の動画上もものすごくいっぱいあるんですけど、使ってみたいなと、思ってたんですが、結構アルコールストーブ種類持ってましてね、ちなみにこれは何回か登場してます。最小のクッカーですね、僕の持ってるクッカーで、最初のエヴァニューのですねチタンシリーズなんですけど、この中にですね、アルコールストーブを入れてるわけですよ。で基本的にはここに入るやつをね、買ったということなんですが、この中にトランキアの B25 が入ってて、空母とですね、あとエヴァニューのこのチタンのごとくですね、これが入ってると、こういうセットなんですが、ここにね、トランギア、これまだまだ全然使えるんですけど、ここに変わるべくですね、こちらのチタンのストーブを買って、ビルトインしてみたいと、今後これメインで使っていきたいなというふうに思います。それでは早速ですね、開封したいと思います。実はねこれもう2週間ぐらい前に届いてたんですけど、なかなか、声もね最近こういうちゃんと出るようになったんですけど、退院した頃はもうガラガラでね、自分でも何喋ってんかよく分からないぐらいだったんで、とりあえず開けてみます。とりあえず軽いですね。皆さんの動画に出てましたけど、とにかく本当は中身入ってんのかっつうぐらいですね、非常に軽いです。テープついてる。こんな感じですね。で、トリセツ、トリセツなんかで、いきなりドーンですね。ですね、こんなのが出てきたんですけど、いやすっごい軽い。これ今カンペ見てんですけど、これ K ですね、パイが 8.2cm、 8.2cm で、これ高さが 6cm、 6cm ですね。下のサンダーは 5cm なんですけど、とにかくですね重さが 86g という、なんだこれはってぐらい本当軽いですね。はっきり言って持ってんの忘れちゃうぐらい軽いです。でこれをこれね、これがね、チタンアルコールストーブの品番が EBY254、っていうやつですけど、まだ火入れてないんで焦げはないですね。重さが 34g だって、信じらんねえ。これトランギアがですね、これ100近くあんのかな。いや全然違う。うわー、こんな違うんだ。ちなみにこれ蓋ないですけどね、蓋とか調節するカバーがないんですけど、
まあびっくりした。とりあえずこれね 70ml の容量で、まあ、それ以上入れると危険だっていうんですけど、それでですね、非常に先に言っちゃいますと燃費が良くないと。でこれはいろんな動画で出てますし、ものすごく火力が強いんですけど燃費が悪いと、まあそんなことは書かれてますね。で僕はあえてそれ説明するあれじゃないんで、とりあえずまあ中身の説明だけしたいと思うんですが、こんな風になってまして、これがなんだあれか、輻射熱を強めてさらに強い炎を出すやつなんつんだかよくわかんないけどと、これがなんだどうなんだ、状態に復元しました。でこの状態から、ああなるほどね、これを上に引っ張り上げて取ります。で反転をさせてこれで乗っけるんだって。プレートをここですかね、この状態ですね。でちょうどここからですね、火種というか、マッチとかで火をつけられるというようなことですね。いや、あんまりレビューうまくないんであれですけど、とにかく軽い、信じられないぐらい軽い、こんな感じで乗っけるんですかね。ここですか、ちょっと不安定だ。風がない時だったらのごとくね、これを乗っければ、バッチリですね。ここに乗っければですね、バッチリですね。この使い方が、こういう使い方でこれ風防で囲っちゃった方がなんとなくこう使いやすいような感じしますね。まあとりあえずこんな感じで、久しぶりの動画でございました。久しぶりのなんで来づらかったと思うんですが、とりあえず復帰のご報告というようなものも兼ねてですね、このアルコールチタンのアルコールストーブのご紹介をさせていただきました。また、ちょっとまだねしばらく喋るといい息が全然なっちゃうんですけど、とりあえずまた動画を撮ってですね、いただければというふうに思ってますので、また今後も一つよろしくお願いします。はい、カンパパでした。ありがとうございました。